ソフィア市電は、ブルガリアの首都ソフィアにおける主要公共交通機関である。1901年1月1日に運行を開始した。2006年時点において、トラムは、狂気、標準機を合算して、約 308km の線路を有している。線路のほとんどは狂気であるが、20番線、22番線、及び23番線には、標準機が用いられており、 トラム網全体では約4 0キロメートルが標準機となっている。1898年12月1日、市の当局はフランス及びベルギーの会社に路面電車網建設の許可を与えた。約1年強の工事を経て、1901年1月1日に最初の路線が正式に運行を開始した。当初は25台の電動車及び10台の付随車。 並びに合算して 23km となる狂気の6路線で創業を行っていた。1909年のトラムを1901年から1931年の間は様々なヨーロッパの製造業者から電動車及び付随車を購入していたものの1931年にブルガリアは技術者ティアドシーカードレブの監督の元車両の内製を開始した。 これらの車両はカードレブエスカリッチスとして知られている。1936年には D とダークッツィアナトランベイトアイオベタルニートソフヤシエートラム照明局のブランドの下で最初のブルガリア製電動車が製造された。当初は中古の車台が製造に用いられていた。1934年にはクラスのセロチックに最初の大きな車庫が建設され、 1951年には新しいモデルの車両を製造する工場が建設された。この車両製造業者は1990年にと命名され、2008年までこの社名での登録会社であった。1959年にトランカーは155台のディートびリップブリがブランドの電動車を製造しており、これは最初の完全国産トラム車両であった。 最後に製造されたトラム車両である T8M-900 は1991年に納入され、現在も使用されている。これ以降、工場は古い車両の修理やリノベーションのために用いられている。ソフィア市電で最初の標準機路線は1987年に創業を開始した。それまではすべての路線は名目上 1000mm の凶器であったが、 実際は 19mm 0 0の凶器として建設されていた。それから8年後の1995年、2番目の標準機路線が完成した。それ以降はソフィア地下鉄の整備に注力するようになったため、新たなトラム路線は建設されていない。ソフィアのトラムも、ありがとうございます。